えー、皆様、こんばんはんえ。ボニー大佐の言いたい放題、6月11日土曜日号、えー、今日の南の島、沖縄、前が見えないぐらいのね、大雨でございまして、まあ、実はもう車で走るのもね、危険なぐらい、朝方はすごい雨が降っていました。いや、本当にね、こんな中車走らせるんだろうかっていうような、そんな洗車機のような雨が降って、 まあ、南の島、えー、海もね本当に茶色く濁っておりまして、えー、濁った海は必ずしも辺野古だけではないということでございますさて、えー、今夜はですねはい、えー、ヤンバルグラシさんが勝ち誇ったように出していた資料をもに今日はちょっと深掘りをねしていきたいと思いますヤンバルグラシさあ何もなんですかね やんばるぐらし。うん、最近そうですね。沖縄ワード使う偽物いっぱいいますからね。えー、彼女本物なんですかね。さて、えー、今夜もね、皆さん来ていただいてありがとうございます。えー、ハチさんの方から早速、三口のニラでございます。音声も、はい、良好ということでありがとうございます。今日から、えー、キャスのデバイス設定の画面がちょっと変わっていましたね。音がまた綺麗に 入っていれば嬉しいかなと思っております。それから、ボギー、中佐こんばんはんこでございます。美月さん、こうすけさんからは、島ま京スムージー。えー、さき店長、塩ささん、こんばんはんこでございます。はい、そして、森の都さん、お見えでございますね。それから、江戸前、あさり小僧さんから、ニラですよ。ニラ。やっぱりニラです。ね。 えー、半吉活動家たちはこのニラという言葉に非常に敏感に反応していまして、いやー、笑わしてくれますよね。はい。そして、ラプテンさんからは、はい、ニラ茶。モンドさんからも、えー、マラらっきょうスムージーいただいております。はい。ラプテンさん、音声バッチリということでございましてね。そうですね。さっき店長大体いい沖縄で、あのー、 こういったツイッターとかフェイスブックでね、沖縄ワード駆使して、いかにもなんか沖縄の人間のようなことを言ってる人間ってね、まずそのほとんどが県外の人間です。私のようにね、私とかげんちゃんとかのように、堂々とね、名前出してやってる人っていうのは本当に少ない。なぜか名前出すとね、ひどい目に遭いますからね。あちら系は、 名前を堂々と出せばね、マスコミに取り上げられたり、仕事もらえたりしますけど、逆は大変なことになります。でも、誰かが覚悟を決めてやらなければ何も始まらない。ということでございます。さて、店長どうもいつもニラありがとうございます。さて、今夜のボギー大佐の言いたい放題。 ヤンバルグラしさんの資料をもとに今日はね、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。街の8割が基地。はい、町の8割が基地というお話をね、今日はさせていただきたいと思います。塩様さん連発でニラです。もつ鍋にニラ、ニラですよ。つちさんからは、はい、あち高校の島ょうスムージー。えー しまます味ですね。はい。町の8割が基地ということなんですけど、皆さんこれ聞いてどう思いますか実はね、こういう資料があります。はい。これね、沖縄の市町村で、あのー、そのま、町に占める基地の割合なんですよね。まずはトツでね、トップなのが、え、かで町。 なんですよ。カデラ町が82.5%。え、それから、あの、タコス、タコライスで有名な金町。まあ、ここもね、あの、キャンプハンセンという大きな基地があります。まあ、ここも町の、えー、約6割近くが、えー、基地になっているということでございます。そして、意外とね、皆さん、あの、えっと思うと思いますけど、えー、三浜。 そうですね。アメリカンビレッジとか、えー、いろんなね、そういった、あの、娯楽施設がたくさん集まっている、茶団町が、なんと半分、基地、なんですよ。はい。半分、ちょっとが基地に占められております。それと、阪神タイガーさんがね、えー、キャンプをするギノザ村。なんと、ギノザ村も50、50%が基地、ということで、 ございます。えー、そしてパインとかねそういったあの特産物が多い東村。ここはあの北部訓練場がね、えー、大部分を占めているんですが、その北部訓練場が広大なために40%余りが ま、基地の面積ということでございます。そしてね、大きなやっぱ読谷飛行場が変換された読谷村なんですけど、変換されて35.8%。これはあの、いわゆる米陸軍トリーステーション。はい、トリーステーションあ。ここグリーンベレーがいるところですね。そのトリーステーションがあるがゆえに35.8%。それから、あの、家島飛行場。 はい、えー。よくね、海兵隊が訓練などに使っている、家島飛行場がある家島は35.2%。そして、えー、カデナ町とともに、えー、カデナ基地をね、えー、内包する沖縄市が34.5%ということでございます。そして、普天間基地がある儀の湾市。ね。もう普天間基地、普天間基地っていうから、よっぽど普天間基地の 割合は多いんだろうかなんて思うんですけど、これが32.4%。そして、女村。まあ当然、リゾートホテルが立ち並ぶ、沖縄県内トップの観光地です。そうですね。テラスクラブとか、リッツカールトンなどもありまして、非常に、はい、高級なリゾートになっている女村。これがなんと3割は基地が占めているんですよね。 じゃあ、そこでね、共産党さんが強い、もう基地になるとね、ギャスかギャスか騒ぐ、那覇市。那覇市は、なんと1.4%でございます。さき店長、今、トリステーション象の檻は撤去されてないですね。はい。ね。基地が、軍港側と騒いでる那覇市は、なんと1.4%。 笑わしてくれますよね。はい。ということでございます。さて、じゃあね、えー、このヤンバルグラスさんが出していた資料、ちょっと皆様にお見せしたいと思いますけど、これでございますと。市町村面積に占める米軍専用施設の割合。はい。もうね、この米軍専用施設っていうのが、いわゆる左翼が作った言葉です。 はっきり言って基地というのはね、米軍だろうが自衛隊だろうが私は一緒だと思っています。ところがね、はい、わざわざ米軍専用施設、沖縄の場合は専用施設が多いですから、それをね、ことさらに強調することによって、沖縄が過重負担をね、あの、はい、押し付けられてるっていう、そのツールに使われます。例えば嘉手納、カデナ町、82.5%、 まあ、これあの、カデナ基地はね、これ、米軍専用施設ですから、自衛隊共同使用してない、それにあの、極東最大の基地ということでございまして、先ほどの資料にもあったように 82.、82.5%が、まあ、基地に占められているわけなんですよ。ね、岩国市、ね、0.26%。これをね、このグラフを出すことによって、いかにも、ね、カデナが過重負担を強いられている、 というふうに、えー、そのね、ヤンバルグラスさんは強調しているわけなんですけど、実は、はい、このね、0.26%自衛隊共用部分を入れると1%に跳ね上がります。はい。笑わしてくれますよね。そうですよ。ラプテンさん、カデナ町と岩国市では、そもそも面積が全然違う。その通りで。 ございます。岩湖に広いです。カデナ町。非常に狭い。まあね、空から見ると、まカデナはこういう感じです。はい、これ海沿いにね、えー、住宅街が並んでいます。で、ひ側、川。そしてね、基地をね、囲むように、まあ町ができているのがわかると思いますが、その真ん中にね、えー、広大なカデナ基地があるということでございます。そして右側。 右側ね、エメラウドグリーンに輝く入江が皆さん見えますよね。右側に。実はここ、ね、あの大東亜戦争末期の沖縄戦で米軍が上陸したところなんですよ。はい。米軍が上陸したところです。このコバルトグリーンに輝いているところは。これを見てわかるように飛行場の真正面に 米軍がね、上陸したっていうのはわかると思います。さて、岩国はこんな感じでございますね。はい、岩国基地。もう海のね、方に、まあ突き出た部分に、まあ滑走路を作ってるということでございましてね。あのー、自衛隊のね、基地も入れると1%、米軍専用施設のみであれば、ね。 0.25%。そうです、さっき店長。米軍専用施設ということでね。だから、エルドリッチ博士が前から提唱しているのが、沖縄のすべての基地を自衛隊の管理下に置いたらどうですかと。そうすれば、彼らがプロバガンダに使う米軍専用施設という言葉は使えなくなって、ね、彼らは非常に困りますと。 いうことなんですよね。まあ、ただ、あの、米軍専用施設っていう言葉が消えても、まあ、沖縄が基地をね、多く負担してるっていうのは、これは消すことのできない、まあ、一つのね、事実ではあるんですが、え、さのプロパガンダに惑わされることなく、基地は基地でね、あの、カウントして、そうすれば本当の基地負担の割合っていうのがちゃんと出てくるんじゃないかと、 いうふうにね、私は思っています。さて、カデナ町。こんだけね、基地に町取られてですよ。産業も育たない。はい。大した産業もありません。製造業もありません。何があるかって言っても、カデナというとピーンと来ないんです。ところがですね、皆さん、これが現実でございます。とん。 カデナ町の平均所得、はい。334万6千円。334万6千円ということでございまして、なんと全国1741ね、市区町村の中で、なんと223位。沖縄県で堂々の1位なんですよ、皆さん。 はい。基地にね、町を取られて、産業もね、あの、起こせない。ね。これといった何かね、製造業も見当たらない。普通だったら、はい。もう基地があるゆえに、町は寂れてね、本当にみんなひす、あの、息を潜めるように生きてるかなと思いきや、なんと、カ手納町、沖縄で堂々の一位。はい。これが、現実。 なんですよ。そうですね、サバさん、基地従業者が多いということと、あの、やはりね、今、カルガムさん書いてますけど、軍用地地主さんが、やっぱり、ね、そういった所得をね、やっぱ上げてる部分があるんじゃないかというふうにね、私は思っております。さて、カデナ町、ね、2016年から2020年までの、はい、えー、沖縄県内での、 え、順位なんですけど、常に上位にいるんですよ。はい。2020年はとうとう1位になっています。まあこれはね、カデナ町が急激に増えたというよりは、やはりコロナ禍でね、他のところがやっぱりかなり、はい、落ち込んだせいではないかなと思っていますけど、やはりね、基地というのは非常に安定した収入源になるわけなんですよね。 はい。これがあの、カデナの平均所得のグラフ。はい。グラフですよ。優作さ,さん、どうも、こんばんは、こでございます。はい。こうしてね、314万から、毎年毎年ね、増えていっております。まあ、当然、軍用治療が上がるということもあると思いますけど、まあ、これといった産業がない、製造業、らしい製造業も、 ない。特に農業が盛んなわけでもないカデラ町がなぜ県民所得1位なのか。ね。つまり死被害っていうのは確かにひどいところではございます。しかしこうしてね、あの、ある意味見返りのようなものはあるんだなというのがね、これでやっぱりわかってしまうんじゃないかと思っているんですよね。さて、沖縄県。 こういうことを言っています。はい、これあの、確か2019年の資料でしたかね。はい。米軍基地関係の収入、軍用治療880億円、軍雇用員の休業460億円これ。これすごいですよ、皆さん。460億円。 あの、基地従業員約8000人ですから、460を8000人で割ると1人当たりの、ね、収入が弾き出されます。で、軍関係消費500億円。その合計が約2000億円ということなんですよね。ところが、観光収入4000億円を超えてるということで、観光収入の半分しかないんじゃないかと。 軍用治療を足して、軍雇用員の給料も足して、まあそういった軍関係の消費を足しても、観光の半分しかない。だから、えー、このね、基地は沖縄の経済の最大の阻害要因であり、基地がなくなればもっと、ね、あの、沖縄豊かになれるというのが、まあ今の沖縄県政左翼の言い分、なん。 はい。ところが今、ね、さっき店長がズバッと言っておりますけど、はい。ちょっとね、注釈でございますよ。はい。米軍基地関係の収入。ちょっと黄色に塗っている軍用治療。ね、880億。ね、米印。軍用治療は純利益であるということでね。 軍用治療、売上げじゃないんですよ。そのまま現金として入ってくる純利益なんですよ。ね。ですから、えー、観光収入は、これ、総売上げです。総売上げ。つまり、えー、人件費とかね、コストをね、差し引いてない売上額なんですよ。ですから、この売上額と純利益を同じように比較するっていうのは、これ、 絶対におかしい。というふうにね、私はやっぱり思っております。そうですよね、皆さん。どこのね、どこの会計がね、総売上と純利益を比べて、総売上が高いから、ね、こっちがすごいんだなんて言わってる会計事務所なんてどこにもないと私は思っているんですけどね。さて、軍用治療発表 880億円。はい。これについてね、ちょっと深掘りをしてみました。まあ、これね、大体いい似たような数字のやつを引っ張ってきたんですけど、ね、三菱重工業さん。はい。三菱重工です。あの、天下の三菱重工の2017年度の純利益が800億円。はい。 三菱重工の純利益が800億円。それを達成するための総売上げ額が、なんと、4兆500億円。さっき沖縄の観光収入、4000億円でしたよね、皆さん。4000億円です。はい、4000億円です。ところが、軍用地収入、 約800億円。まあ本当は900億円近いんですけど、まあ800億円。これ三菱重工が、ちょうど沖縄のね、この軍用地収入、軍用地料のね、収入とほぼ似たような数字なんでわざとこの数字出してしまいましたけど、え三菱重工が800億円の純利益を上げるための総売上額4兆500億円。そうです、セイラさん。 ね、沖縄の軍用地では約900億円なんで、その900億円の純利益を出すためには、沖縄に三菱重工以上の産業がないといけない。どうですか、皆さん。ちなみに、沖縄県の最大の、ね、産業、ね、基幹産業であるという観光収入は4000億円。 はい。皆さん、どっちが多いですか ?4 兆円超えと4000億円。同じようにね、売上ベースで換算した場合、10倍ぐらいの数字に膨れ上がってしまうんですよ。ですから、これがね、一般の県民に知られると、なんだ、やっぱりなんだかんだ言って、基地がないと沖縄って困るじゃないかと。 それをね、県民に知らせないために、あの、総売上げと、純利益をごちゃ混ぜにして、比較をしているということでございまして、いやーね、本当にこの880億円、約900億円、沖縄軍用治療だけですよ、皆さん。軍用治療だけで、はい、えー、900億円。ところがそれに近い数字で、 約800億円の純利益をね、出す三菱重工さんの総売上額。ね。いわゆる収入ですよ。売上収入ですよ。4兆500億円。はい。どうですか皆さん。軍用治療だけで沖縄の観光収入をはるかにね、上回る。 ね、これ効果があるということなんですよ。つまり、沖縄県がね、出している400あ、4000億円の観光収入。あれは、あの、さっき、さっき店長も書いてましたけど、人件費とかね、はい、それにかかるコストなどを引けば、多分10分の1ぐらいしか残りません。10分の1しか残らない。そうなると、ね、そうなると、 実際に観光収入から得られる純利益は200億円から250億円。はい。まあ、どのくらい行くかなまあ、もうちょいあるかなはい。まあ、1割残るとすれば、まあ、400億円ぐらいは残ると思いますけどね。はい、400億。しかし、400億円残ったとしても、軍用地収入の半分以下、 なんですよ。どうですか皆さん。こういうふうにね、比較すると非常にわかりやすい。だからなぜね、沖縄県の役人、頭がいいはずなのに、このようにね、真水、つまり純利益であるはずの、え、軍用地収入を、ね、観光収入と比べるのか。ね、軍用地収入、まあ、せいぜいかかったコストといえば、あの、固定資産税払うぐらいだと思いますよ。 そんなもんですよ。あと何にもしないですからね。放置プレイで。こういったことにね、やっぱり多くの人たちが気づいていけば、え沖縄の経済の最大の阻害要因は、えー、基地であるというのが嘘っぱちであるということをね、はい、嘘っぱちであるということがよくわかると思います。まあ、孝介さんが大きな製造業を呼び込めばとあるんですけど、もし基地がね、なくなる。 亡くなった場合には、はい、えー、この三菱重工クラスの、はい、三菱重工クラスの企業を沖縄に作らないといけない。どうですか皆さん。沖縄に三菱重工並みの企業があるんでしょうかね。ないと思いますよ。ないですよ。4兆円売り上げる 企業が沖縄にあるんでしょうかいやー、ないと、思いますけどね。はい、す介さん、そうです。ね、基地がなくなると、今の沖縄ではもう到底ね、あの、やっていけないようなことになるんじゃないかと、いうふうにね、私、思っておりますが、まあ、今日はさらっとね、えヤンバルグラスさんの出してくれた資料をもとに、私内の考察を加えて、今日は皆様に、 説明させていただきました。まあ、あカデナ基地を抱え、町の85%が基地に捉えているカデナ町、えー。大きなね、産業も起こせず、製造業も育たず、農業もそう盛んでもない。そんな町が、なんと沖縄県内でトップのね、所得を誇っている。はい。 もう、これで、あの、基地は沖縄経済最大の阻害要因だっていうことが、必ずしもあっていないということがね、証明されたのではないでしょうか。はい、ということで、本日のボギーチャンネルくんにて、はい、えー、終了させていただきます。まあ、これについてはまたね、桜で改めていろんな資料とかもくっつけてね、またお話ししていこうかなと思っておりますんで、 ぜひ皆さん、これも一つのね、あの、私のうんちく、はい、えー、一つの、まあ、資料としてね、頭の片隅に残していただければと思っております。まあ、簡単に言えば、えー、沖縄の軍用地収入約900億円、900億円の、えー、利益を出すには、それの約10倍、はい、9000億円、はい、9000億円、約1兆円近くの、 売り上げをね、何かでやらないといけないということでございます。ということで、本日のボギーチャンネル、これにて終了させていただきます。えー、今日は大雨でね、ちょっとびしょ濡れになったんで、これからちょっと、はい、えー、熱いシャワーでも浴びて、のんびり、えー、ホットミルクでも飲んでみようと思っております。ということで、本日の放送、これにて終了させていただきます。えー、皆様、 本日もお付き合いいただきまして、心から感謝申し上げます。では、明日またお会いしましょう。ごきげんよう。